どうもこんにちは中村商店の中村でございます本日もよろしくお願いいたします、えー、今日はですねブランディングブランドについてお話ししたいと思いますそこで重要になるのがブランドコラテラルと呼ばれているキーワードですこれはインテリアデザインだったりウェブサイトあとは反則物の紙媒体のものリーフレットとかもしくは SNS ブランドロゴ こういった自分を表現する、自分の店舗を表す。さまざまな要素に、ブランドらしさっていうものを盛り込んでいく必要があります。これらは必ず一貫性を持ったデザインである必要があります。ちなみに、このブランドコラテラルについて、もっと詳しく知りたい方は。概要欄に書籍を紹介しています。もしくは、ブログの方では。 グーグルブックなんかそんな名前だったと思うんですけどグーグルが書籍を電子化して公開しているそんなページを見つけましたここでは書籍がまるっと一冊公開されてたんですけどあれはあの全部読めてしまうんですが読んでいいものなのかどうかっていうのはちょっとよく分からなくて一応リンク貼ってますのでグーグルが公開しているものなのでおそらく違法なものではないと思うんですが 買わなくても見れなくはないです僕だったら手元に本を買いますなぜそのブランドコラテラルっていうのを確立していく必要があるかっていうとお客様の趣味や趣向情熱を抱いている対象だったりとかあなた自身のパーソナリティそしてショップの個性を発信することにつながるからです当然ながらこういったものがきちっと ブランディングされているとショップの個性だったりとか提供しているものっていうのをおのずとお客様はキャッチしやすくなりますよねそして潜在顧客も一目であなたのお店が何なのかっていうことを理解できるようになりますブランディングは以下の手順で進めますあなたのお店を見つけた人にコンセプトがすぐ伝わるような明確でシンプルな内容で表現してくださいあなたの好きなブランドのロゴだったりとか テーマカラーもしくは、うん、ありふれてるチェーン店なんかもすぐ思い出せたりしませんか例えばマクドナルド吉野家の牛丼すき家とかねあとは丸亀製麺なんかも色とかロゴってすぐ思いつきますよねこういった一連の刷り込みお客様に対しての印象付けがブランディングの一つになります。ブランンディングをしていく際に最も大切なのは、 一貫性ですブランドコラテラルは様々な場所でお客様が目にすることになりますいろんな媒体を使うと思いますが必ず一貫性を持ったものを使用しましょうあなたのブランドを認知していただく際に必要なのは対象ですターゲッティングしたお客様彼らは一体どんな媒体で情報をキャッチアップしているでしょうかそのお客様がターゲッティングしているお客様が見ている適切な場所であなたは ブランドの発信をする必要があります。他にも零細理発店や小さな単位でやっている個人商店に向けた経営の Tips を動画で発信しています。もしこの動画が気に入っていただければグッドボタンそしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では今日はここまで。またお会いしましょう。さようなら。